今日の東京都のコロナ感染者数は100万人になりました第2波の可能性が強く懸念されますこれに対する対応としては私は PCR 検査数を1日1万件台に増やすべきだと考えておりますこれまで東京都は1500件から2000 2 0 200, 数百件しかあの検査をしておりません抗原検査も含めて抜本的に検査体制を強化すべきです 2番目の重点課題としては、医療・介護・学校などへの感染防止の体制を強化することです。このような現場において PCR 検査を必要とした場合は、直ちに検査を行う体制が必要だと考えております。小池知事は、夜の街への外出を控えるよう呼びかけながら、事業者に対しては注意して営業するように言っております。これは全く矛盾する対応だと考えております。 私は政府や専門家と協議しながら自粛・休業が必要であればそれに伴う補償とセットとして休業要請自粛要請を出すべきだと考えております。